こんにちは。セークレットグラウンドのしんぼです今回の動画ではフロントフォークにかかる力というものについて話してみたいと思います。皆さん、フロントフォークの、えー、フロントフォークにかかる力っていうのは何を想像されるでしょうか？一般的にはブレーキかけた時の力とか沈み込んだ時にかかる。まあ、あの応力っていうものだと思います。けれど、実際それらがどのように。 フロントホークを傷つけるというか痛めていくのかということについて話してみたいんですけれども早速ですが写真をご覧いただきたいと思います。これは GSXR1000R GS という BFF を採用したフロントホークですけれどこの痛み具合インナーチューブの痛み具合をご覧いただきたいと思います。写真でご覧いいいただいているようにフロントフォークの下の下方は前側がこう クロスハッチというかですね、表面の溝が少しなくなり始めて、え黒いというかまあ、艶が出ている。反対にですね、上の方は進行方向に対して後ろ側が傷んでいるということがわかります。これはどういうような力のかかり方なのかということを考えてみたときに、上から押し付けられるような方向になっていると思います。これがフロントフォークですけれども、え下側。 はこの辺が痛むインナーチューブの上端はこっちの後ろ側が痛むということが分かりますえ。つまりフロントフォークはブレーキをかけるとこういう力が働くということですね。こっち向きまあちょっとこれは角度はかなりキャスターがうそくさいぐらい寝てますけれど分かりやすく言うとこう横倒しにして、えー、この。 上側かかから力がかかるううようなそういういい感じになっているわけですそれではフロントフォークにかかる力っていうものはブレーキをかけた時のこの力だけなのかっていうともちろんそんなことはなくて、えー、旋回中に横方向の力もかかりますしブレーキをかけると今言ったように上からの力がかかると同時にですねステム、まあ、アンダーブラケットですね三つ股の下側に関しては リアタイヤ方向に近づいていいいててくとううよなな複雑な力のかかり方がされているわけですそういったことが相まってかなりきっとあのメーカーとしては難しい設計なんだろうなっていうふうに思ったりしますがしかしかなり何本もですねあの100とか200以上相当な数のフロントフォークを分解してみていると痛み具合がどこにあるのかっていうとやはり今見ていただいたような インナーチューブの下側に関しては前方方向、上側に関しては後方、まあ、倒立フォークで説明すると、そういうような形になっています。その他にも、ですねこれ、g s x r の K8 という車両でモテギを、茂木の7体、昔走ってましたが、それを7回あ3回ぐらい走っているという車両のフロントフォーク、個体を確認したんですけれど、その場合、マイクロメーターで測ると、インナーチューブが。 楕円状になっているというかですねあの D 型になっているそういったことがありましたなんでそんなような変形をするのかと申しますとこれはですね、えー、やはり現物見ていただきたいんですがブレーキをかけた時にこう前方方向に今言ったこの辺が強く当たるわけですけれどその当たったところがまあ押し付けられてあの平べったくなってくるんですねで、えー、表面の摩擦でこう インナーチューブが削れるということではなくてその K8 たりは DLC がかかっているのでかなり長持ちして表面はあまり傷、えー、まないだけれど繰り返しの激しいブレーキの力によってインナーチューブが、まあ、D 型に変形してしまうそういったこともありますインナーチューブにかかる負担というのはそれだけではなくて古い車両ですね特に、えーまあ、70 60年代70年代のような細い インナーーチューブを使っってて長いいバネが中に入っている場合しかもカートリッジ等が入っていないのでバネは相当自由に動いてしまうこういった車両は古く長く使っているとインナーチューブの内壁がバネのたわみで波を打つような変形というかですね削れを生みますまあ成立ではなくて D トラッカーのフロントホークのインナースプリングなんですけれどもこのように長いと簡単に 片方を持つとこのようにたわんでしまうんですね。でバネというものは圧縮した時にまっすぐには動かないで弱い方向とかま取り付けがフロントフォークキャスターがついていますのでどちらかに重量が寄ってしまっていてえ圧縮した時にその弱い方向にたわみながらえ縮んでいくまっすぐの圧縮ではなくてこう横方向にこうたわみながらえ圧縮するわけなたわむというかあの反りながら圧縮するんですが。 反った時にインナーチューブの内壁と擦れてそしてインナーチューブの内壁は徐々にまっすぐだったものがでなみなみになっていくわけですねこのバネと擦れた部分が。インナーチューブというわけではないんですがフロントフォークのオイルの痛みを生む一番の原因は何かって考えたときにたくさんの数を見てくるとこうではないかっていうことが見えてくるんですがそれはやはり金属のカスが出るということだと思っています。 その金属の傘はどこから発生するのかというとやはり今申し上げたようなバネとインナーチューブの内壁が擦れることによって発生していると思いますなぜそういったことが考えられるのかというとインナーチューブの内壁だけでなくて長く使い込んだバネというものは外周部分が削れたりですねまあ艶が出て光っています削れているんだということも分かりますしフロントフォークのオイルを 抜く時排出すする際にですね最初はかなり綺麗なオイルが出てくることが多々ありますそして綺麗、えー、なオイルがなくなってできた後でその後に黒いどす黒いようなですねあの金属の粉が混じったようなキラキラしたオイルがよく出てきますそれはなぜかというともちろん金属っていうものはオイルよりも軽重いわけですから長年使っているとその汚れというものは 方でではなくて下に溜まりやすすいわけですそういったことがあって金属カスが混ざった汚いオイルは下側に溜まるとフロントフォークがストロークするとかなりあのオイルが撹拌されるような印象を持つかもしれないんですが普段から乗っているような車両でも下側に黒いオイルが溜まっていますつまりですねフロントフォークのオイルっていうのはそれほど内部で還流していなくてあの その場っていううんでしょうかね、まあ、上部中部下部ってあればその上側はずっと上側のところで溜まっているし下は下であの同じようなところばかり使うそういった面からオイルの痛みというものも何、えー、て言うんでしょうかくされないということが関係して同じところばっかり使ってしまうから痛みやすいということもあると思いますそれに引き続いて金属カスが混ざったりまたはですね古い成立フォークであったりするとそれは あのアウターチューブが生剤といってコーティングされていない場合も多いのでアルミの摩擦によってあのご存知の方もいると思いますがあの真っ黒い汚れが出てくると、えー、それがオイルを傷める原因だと思いますであるならば倒立フォークに限った話ではありませんけれどアウターチューブがコーティングされたフロントフォークというものはかなり長持ちすると先ほどの D トラッカーのこういう D トラッカーのフロントフォークですが スライドメタルが上部にありますけれど、I 相対するアウターチューブというものはアルマイトでコーティングされています。ですから傷みづらい。アルマイトが剥がれてくると、アルミの生材が見えてきて、汚れが加速度的に進んでいく。スライドメタルがアウターチューブとインナーチューブにそれぞれあるものを可変換合と言いますが、それに対してアウターチューブのみにスライドメタルが備えているものを 固定緩合というふうふに私は呼んでいます固定緩合は何がいいのかというと先ほど申し上げたようなアルミとスライドメタルが摩擦することがないそこが非常に良い利点だと思っていますこの GSXR のフロントフォークはスライドメタルはこの下側のオイルシールのところと大体この辺に入っていますそうすることで接するのがアウターチューブは摩擦から 免れてインナーチューブのみ摩擦すると、えー、そういった点からですね、あのいくら摩耗してもアルミが削れることがない。アウターチューブはスライドメタルは交換する必要がありますけれども、基本的には消耗品ではない。まあ、ただこの BFF に関してはスライドメタルが中央部分が用意されていない。また交換するのがまあちょっと構造を説明すると長くなるので省きますけれど、非常に面倒くさい形をしているので、基本的にアウターは消耗品なんですけれども。 それをそうは言ってもですね非常に長持ちするというところが良い点だと思っています続いて可変換合と固定換合の違いっていうものをまた挙げてみたいと思います以前にこれに関する動画を作ったのでその部分に興味がある方は古い動画ですけれど探してみていただきたいと思います可変換合の良い点っていうものがあるのかっていうとまあ加工が楽っていう面ではないかと思いますアウターチューブは入り口側にオイルシールが入ってその奥に、えー ガイドブッシュが入るわけですインナーチューブはこちらのように、ここに先端につくので、加工が楽なんですけれども、えー、先ほど申し上げたような摩擦の問題が結構大きく出てくるわけです。逆に、アウターチューブに2つのスライドメタルを備える固定看合は作るのが難しい。どういうことかっていうとですね、えー、ボーリングをしなければいけないんですね。まあ、もちろん、アウターチューブは寸法の精度を,かく、えー、寸法精度を高めるために、 可変看合であれ固定看合であれ芯をきれいに出して寸法の精度は高い必要があるんですけれど固定看合はそれに加えてアウターチューブの中央部分ですねそこにガイドブッシュを圧入する必要があります圧入するためにはですねかなり精密な寸法管理が必要になります圧入のための入り口になるんですけれどこっちから入れてこの辺まで えー、掘って寸法をうまく作らないといけないので一般的なフライスとかそういった旋盤等では作業ができない横フライスとか大メーカーはどういうような加工をしているかは知らないんですが非常に精度が求められます、えー、逆にですね逆にではないですねこ、まあ、この圧入,圧入が失敗すると動いて下に抜けてきてしまうことがありますそうなるとですねガタ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 動いて非常に危険なことになる。 それを対処するためにこの中間部分のガイドブッシュと入り口側にあるガイドブッシュの間にパイプですね樹脂のパイプ等を置いて動かないようにこれぐらいのカラーを入れるようなこともあります現行の BMW の S1000RR などはその動くことを警戒してスライドメタルじゃなかった先ほど言ったカラーをですねいろんなところに配置して動かないようにするという徹底した配慮をされた そういうい品物もあります長くなりましたがフロントフォークにかかる力っていうものが、まあ、外力というかです、ね、外側からかかる力としてはブレーキ旋回ハンドル切ったりあとタイヤが頑張るわけですからそのタイヤの頑張りに対してフロントフォークも応、えー、えなければいけない、まあ、遠心力であったり加速でそれほど大きな力かかりませんがそういったこともあります。加速で思いい出すとと寸法精度が悪いと 加速減速でフロントフォークの遊びでガタガタ動いたりしますからそういったことがないように適切な隙間寸法というものも求められます引き続いて中の力バネが当たったりとかですねまあそういういろいろな摩耗とか消耗というものもフロントフォーク外側からの力だけじゃなくて中からも痛めつけられるということがありますそういったことを考えてフロントフォークのメンテナンスは 早めにした方がいいと思いますし、まあ、インナーチューブとかアウターチューブが減ってしまうと、基本的には交換ということになりますが、それでもですね細かい点検をしていただいて、安全に、そして整備をすると、やっぱり動きがよくなりますので、楽しく乗れると思います。そそうういいいいいいったたたたたことととを今回の動画でではは伝えたいと思ままししれごご覧いただいてありがとうございました